オールドデジカメでエモいムービーを撮るという動画と、オールドデジカメでムービーを撮る時の注意点という動画を上げさせていただいたんですけれども、追加で少し情報をお伝えしたいと思います。そういえば家に古いデジカメあったな。という感じで、家にある古いデジカメで気軽に始められるオールドデジカメ動画ですけれども、バッテリーが下手っている、充電器が見つからない、こういった方多いと思います。でも諦めないでください。結構古いタイプのデジカメでもバッテリーや充電器必ず見つかります。諦めずに探してみてください。あれ、SD カードが反応しない。もう一つ、 SD カードとか CF カード、こういった今も流通しているカードを使える古いデジカメあるんですけど、オールドデジカメの場合、現代的な容量の大きい SD カード対応してない場合が多いです。でもご安心ください。容量の小さい SD カードを手に入れればバッチリ動くこと多いです。気軽に始められるのがオールドデジカメムービーです。ぜひぜひ本編の方も見てみてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。